せーの、ブラッドクリスマスとか、いよいよ暇じゃないわ、こんなんじゃ。そうじゃ、その通りじゃ。いや、説明聞いてきてよ。よ、よろしゅう。バックステップの神様じゃ。よっしゃ、やっていくぞ。なんかバックステップの神様が、こういう時に限って、こういう美味しいところを持っていくようなタイミングでプレイすることになっております。わしはもう、運命力が高いからの。視聴者さんからのコメントで、雪女の顔を使えばいいんじゃないですかっていうコメントがあったんで、ちょっと使わせてもらうぞ。そうですね、視聴者さんの意見はちょっと尊重しましょう。でもその前に、これがたまるんよな、これ。こういう衣装だったらたまるんよね。そうだよ。TP はたまるじゃろ。そうよね。というわけで、まあ、まあ、今は使えんから、とりあえず、ボイルあげとくかな。レンジャーは、普通に、ね、攻撃しとれば、いいの。そうですね。で、行くぞ。ボールを上げてその時にこれを食らう。まあ悪くない手順かもしれんの。そうですよね。なんかお前そうですよねしか言ってないよな。そうですよね。だからそうですよしか言ってないって言ってるだろ。とりあえずこれ雪女の加護を貯めておくためにこれ雪あの低確率得意するドラッグポイズン使えんからの。魔導エンジェル使っておくぞ。これをエンディアに。これは前のパターンと一緒じゃん。若干1秒振ってるけど、まあ一撃は死なんじゃろうと思う。ほら死なん。いい感じじゃないですか。お前の戦いぶりを見とったからの。雪女の加護を今のうちに使っておいて。これじゃ。もう全体一回引っ越しておく。これはちゃんとしとかなあかんからの。で、ここで神雪女の加護を。あれモコちゃんだけなのかの。あ、モコちゃんだけなんじゃ。全体があの状態異常効かんようになるわけじゃないんじゃ。なんじゃ。とりあえずまあ全体防御力アップのエクスプロージョンをぶつけるか。それでいくぞ。あ、さらに成長したわ。それが成長させてくるんじゃの。それがちょっといやらしいとこなんですよね。このもうサリリン・モンローのお父さんとつながろうとして何か策を 立ててくるようなもんなんですね。そういうこと考えたらこの家らしさもわかる。うん、とりあえず雪女の加護をもう使わんと思うからの。モコギギアライジング、そういや前回のパートモコギアライジング全然使ってなかったような気がするの。そうだったかな。使ったような使ってないような、まあ、使ったら勝て取ったかもしれんのかなぐらいの感覚を考えたらそっちの方がいいかもしれない。おっおっと耐えたと。危ないの。危なかった。あ、レインディアもしかして行動できんパターンなのかな。なんか倒れとるみたいなこと言っとったもんの。じゃあ HP 回復をやっとかな。オッケー。倒れとるままじゃまだ。これは厳しいの。どうしようかな。今のうちにラウポイズを攻撃してもいいと思う。危ない。で、ああ、まだ回復できてない。やばい、次のターンやばいぞ。とりあえず HP の少ない。アイテムや。HP の少ない、どれやったっけ、これが。これ、どれ使っておこうか。これ、プリポーション。お、モコに使っておきます。危ない。使っといてよかった。危ない。ギリギリじゃないですか。てか、なんてや、お前、わしの動かしとるときに、お前が動かしとるようなことを言うんじゃ。ちょっと、癖。癖ですよ、癖。気にしない。とりあえず、向こうにちゃうの。ボールが上げとこう。レンジャーは、とりあえずもう回復とかのはまずいからの。全体から。オッケー。ねえ、ボールアップ。敵は、もっとボールが上げてきたの。魔法力上げするに、こうした方がいいかもしれんの。ああ、魔法力上げよる間によりも、攻撃した方が、案外倒せやすいかもしれませんね。爆殺したぞ。ボールが上がっとるからとりあえず1ミリは死なんと思う。で、このイベントの前にもあったから飛ばす。つまんの。ここはじゃあの、まあ普通に、複数に使う。とりあえずまた、モコギアライディング使っておいて、丁寧に回復とくからの。危ないもんね、モコちゃん。モコちゃんに大ダメージ食らってきたら危ないところだったもん。暴力がそのままやけん、まあ普通に。まだライディングで使っておいてからのこっちもエクスプロージョン。これでちょっと手堅く戦いよる気がするんですね。そうじゃんの。
そのままバンバン行けば行けるんじゃない。おいろくん、あ、このイベントは前に見たことないぞ。そうじゃ、いい感じに戦えとるの。お前とは違いじゃ、これは。いや、2回目やけんね。1回目ちょっと反省点を踏まえた上で戦いようけん、こんな感じになるんですよ。あ、バックしてもかまいませんさん、こいつの声を見ます。なんでわしが。ちょっと似合いそうじゃないですか。あうがいや、似合わないですね。似合わんじゃろ。じゃあお前が読め。いやでも一回読み始めたんですから最後に読んでください。これはパパ、間に合ったのね。あ、間に合ったん。え、まだ解除できてないぞ。ええ、なんで、どういうことじゃ。うがじゃあちゃんとこれ声合ってないと思うんでか。続けなさい。マジ普通に倒したってこと。うちの娘たち強え。素の反応きた。もうパパからしてもこの子たち逸材って思ってるんじゃろうな。倒しちゃった。倒しちゃいましたね。なんか倒した感がないような倒れ方した気がするけど、ママたちの勝利。サリーの帽子を手に入れた。サリーの帽子あって、これを片目にしてサリーのことを思いながら生きていくのだパパ。僕はレベル、この辺りはどうでもいいや。そして僕は死んだ。モコじゃないわ、モコじゃないわ。今気づいたけどモコじゃないわ。何、モコちゃん死んだことになってる。サリーじゃ、死んだのはサリーじゃ。サリー死んじゃった。最後にちゃんと話したかったけど、これでよかったかな、パパ。ああ、話してどうにかなる相手でなかった。凶暴化しとったもんな。そうじゃなくて、せめて最後にさ、死んじゃう前にパパの口から今までありがとうって伝えられたら。そうか。サリー、ありがとう。できることならば生きているときに。ありがとう。え、パパまだ生きてる。まさかのパターン。今息を引き取ったよ。なんか最後はちょっと悲しい感じのテイストじゃの。そうですね。さあ、結界の解除は終わった。これで凶暴化したサンダーたちは元に戻るだろう。凶暴化に殺された普通のサンダーや戦いたちは戻らないけどね。ねえ、今回の事件で殺されちゃったサンダーさんっていっぱいいるよね。これからのクリスマス、プレゼントを渡すサンダーさんが足りなくなっちゃうんじゃ。確かにね、来年よりクリスマス中止のお知らせって感じかしら。心配しなさい。安心しなさい。やな、トラウマ再び。こいつに返せばトラウマしかないからな。そんなやつがどうしてここに。アシュラ、どうしてここが。凶暴化したサンタたちがみんな元に戻ったから、何か起こったのか知るために街を探索しているの。そしたら奥から君たちの声が聞こえてきてさ、君たちがやってくれたんだね。今回の事件で被害に遭ったのは主にサンタ教会のサンタたちと大量の戦いだけ。サンタの王政は凶暴化していただから、今はマジでみんな狂乱乱舞。いいでいいだけど喜び合ってるよ。うん、よかったな。まあとりあえずよかったな。まあとりあえずの。ってことは、うん、ほとんど生きてる。だから来年のクリスマスもプレゼントしっかり配れると思うよ。今年はさすがに厳しそうだけどね。1年くらいもらえなくても大丈夫よ。来年からでいいわ。あ、待って、でも遠征すれば他の国を担当してる遠くのサンタたちに掛け合って協力を仰げば今年の分もなんとかなるかもしれない。2ヶ月後ぐらいに。2ヶ月後、12月やけん、2月の後半やけん、バレンタインデーも終わってる。バレンタインデーと一緒ってまとめるやつが出てくるかもしれんの。私開けてるわね。それ今年の分って言えないんじゃない。お前かけることはいいよ。今年のクリスマスは2月に行うってことで。年明けてからのクリスマスプレゼントなかなか面白いじゃない。そうか。じゃあ楽しみにしてるからね。素敵なプレゼントお願いね。は？
君たちはもうもらってるでしょ。そうだね。もらっとる。何をもらったかは知らんけどもらっとるな。知ってたんだ。ダリーが配ってるはずだからね。いつはいかんよガキども。本当に子供はずる賢い生き物だな。配るのはまだもらえてない子供子たちだけだっつの。チェーやっぱ毒吐くんだなアシラちゃんは。まあ今回はモコとレンジャーが悪い。じゃあ私は合成屋に戻るからまたいつか。バイバイ。あ、俺らとしては俺とバックスティブル神様さん的には会いたくないのに、モコちゃんはそんなにバイバイでまた会おうねみたいな感覚で言えるんだね。すごいね。まあ、どうした、情報あげたから1000ゴールドいただこうかな。キャピ、バックスティブル神様さん、殴りかかりましょうか。お、ゲームの中の住人だったらわし殴りかかっとったよ。あんたも十分ずる賢いわ。さてと帰ろうか我が家に。どうやって。あ、パパはさての世界ってサリーの力できたんでしょ。うん、アシャに頼まないと人間界戻れないわよ。戻れないね。アシャさーん、あれパパって腰がーぎっくり腰だよね。うん、パパ最後ね、かっこ悪。というわけで今回ブラッドクリスマス最終回、イヤホーやったぞー。接続ケース系わしゲームをクリアしたぞー。そうですよ、最後なんだかんだでバックセブクマサメさんが最後幕を閉じましたからね。最後のラスボス、最後のラスボスって2回同じこと言っとおかになってるけど、ラスボス倒したバックスルーの神様さんですからね。やったよわし、初めて実況でこんな名作をクリアしたよ。名作かどうかは君たちが決める、視聴者さんが。なんじゃお前、変なことを言い、なんかかっこいいことを言おうとしてミスったパークなのかな。あー、今のは忘れて忘れて、カットしとこうか。とはいかんよこれ。おい、この BGM なんじゃ、なんか本当なんか英語終わりみたいな感じだぞ。本当ですよ、なんかすごい感動系の映画見た後みたいな感じ。なんだろうなんだろうな、このままの BGM どっから。これ右の3人何もわかんけど、参考的な感じのあるのかの。どうでしょうね。とりあえずね、俺らちょっとやり過ごしたことがあるんですよ実は。なんじゃ。おっぱい見てない。まだまだ諦めてなかったんかお前。おっぱい見たい。ちょっとそれ視聴者さんの感覚と思うからやめといた方がいいんじゃないかな。おっぱい見たい。あー、これダメじゃの。これ絶対このゲームいつか18禁になるんじゃないかの。おっぱい見たい。接続ケース系ちょっとそれ自粛とかやめやらないか、自粛とか。おっぱい見たい。接続ケース系おっぱい見たいだけ喋るロボットみたいになってる。あー、ちょっとまずい、これは本当にまずいぞ。お尻も触りたい。お、お尻の方に目がいった。てか触りたい言っちゃった。もうタッチのことを前提で話してる。もう瀬戸田圭介もうダメじゃ、それ以上言うな。モコとレインディアとお父さん末永く幸せでいてほしい。お、なんか突然ちゃんとした言葉になったぞ。よかったよかった。これでとりあえず視聴者さんとの視聴者さんのなんか瀬戸田圭介に対しての好感度がとりあえず3枚ゼロになったぞ。よかったよかった。まあそんなことはいいんですよ。いいんかい。とりあえずブラッドクリスマスクリア、本当にバックセブンカメラさん、これまでありがとうございました。ありがとうの。お前がおらんかったらこんなことになってなかったわ。あと、お、ゲームプレイありがとうございました。2014年内に公開を予定していたものがまさか2015年2月になるとは思いませんでした。大変お待たせして申し訳ありませんでした。いや、そんなことないよ。わしらはちゃんと楽しませてもらったよ。2月だったんじゃ、
完結したら6月ってちょっと時間がかかりましたね。そうなの。この後はサンタの世界を自由に探索することが可能です。時系列的にはサンタたちの凶暴化が治る前の世界なので、サンタ図鑑を埋めたり、プレゼントを添えたりしてみたり、ご自分の楽しみ方で遊んでくれると嬉しいです。ってことは、おっぱいが見える。お、切断形式やめろ。クローンゲームで何回おっぱい言ったんじゃん、お前は。最後に、本企画にたくさんのイラストを送ってくれた皆さん、本当にありがとうございました。青の鍵を手に入れた。なんじゃこの青が鍵って、お、こっからまた、移動していろいろ探索できるってことなんじゃな？みたいですね。あーすごいな。もう本当にまだ凶暴化解除する前の状態になって、あー戦ってしまった。戦う気なかったね。モーカンサンタって逃げます。今ちょっと逃げます。あー可愛いのが2連続出てきたけど逃げます。逃げれんかった。あーお前何したんじゃ。ちょっと待って、もうあれ絶対どうぼ。オッケー。そろそろ終わろうっていうのになんかどんどん敵と戦ってしまうんですよ。じゃあなんで早終わらんかったんじゃ。もう終わってもよかったんじゃないかの。それはね、おっぱいのいるやつの前に行きたかった。あ、やっぱりそういうことだったのか。セーブはどこだったっけ。セーブは中に入らんかった、いかんかったやつじゃ。お前最後までグダグダさせろよの。まあ、いや、ここでワイドさせていきましょう。今回で最終回、しかし次回番外編が待ち受けているぞ。視聴者さんも見たいだろ、おっぱい。ああ、視聴者さんはそんなに見たいないと思うよ。お前みたいに性欲丸出しの人間がわしらの視聴者ってわけじゃないからの。とりあえずここで終わりか。終わりです、最終回。まあ次回もあるか。とりあえず最終回ということで終わりとろうて、みんなまたの。仕上げ。バックセブンの亀様さん、今日お呼びしたのは他でもありません。なんなんじゃ。ですね、動画の最後の方で言った番外編の話なんですけどね、番外編はまあちょっとあれですよ、視聴者さんのコメントっていうか声にちょっと依存したいと思うんですよね。どういうことじゃ。ですね、視聴者さんの中にね、番外編でこんなことをしてほしいみたいなことをコメントでちょっと募ってみたいんですよ。おお、そうか。まあ要するになんつうか、ブラッドクリスマスって結構俺他の実況者さんと比べてね、やり残しが多かったんじゃないかなって思います。そうじゃの。そこでちょっと視聴者さんのコメントでブラッドクリスマス番外編としてこれやってくださいよっていうコメントを集めて、それの中からいくつか選抜してやるという、そういうスタイルをやりたいと思います。なるほどの、リクエストじゃな。そうです。一番の理由はちょっとブラッドクリスマスこのまま終わるかっていうことでちょっと悩んどったんですけど、もう完結しちゃったもんの。そうなんですよ。そこは視聴者さんのリクエストだったらちょっと俺も頑張ってみようかなって思うんで、やろうかなって。お前前におっぱいおっぱい言ったけど、そのおっぱいはもういいんか。あ、それはね、俺だってね、本気でおっぱい見たいおっぱい見たいとか言うわけじゃないんですよ。嘘つけ。いや、嘘じゃないですよ。でもね、視聴者さんやってね、おっぱい見たい人おると思うんですよね。おるかの。いや、そこでね、視聴者さんやってね、おっぱい本当に見たいんだったら、その、おっぱい見たいっていうのをね、YouTube のコメントに残して、自分のお気持ちをアピールしなあかんと思うんですよね。なんじゃそれ。よくわからんことを言い出した、こいつ。いや、そりゃね、おっぱいを見たい、見る覚悟がないものにおっぱいを見る資格がないっていう昔の名言がありますからね。ないと思う。そんなんないと思う。何のエロ漫画じゃ、それ。だからね、まあ、そのおっぱいの話もいいんで、同じなんですけど、とりあえず、やってほしい内容があるんだったらコメントの方に書き込んでください。ちょっと気が向いたらやりますんで。気が向いたら？絶対やるとかそういう話じゃない。気が向いたらです。僕らはボランティアでやってるんです。とりあえず俺が気が向いたら、本当に気まぐれな人間なんでやらないかもしれない。本当に番外編がないかもしれないけど、視聴者さんのコメントがあればもしかしたら頑張ろうと思うかもしれない。そういう
よくわからない立場の人間です。本当によくわからんのお前。というわけでブラッドクリスマスとりあえず完結おめでとうございます。おめでとうの、さてありがとうの。というわけで視聴者作者の死神さんとこれまで見てくださった視聴者さん、結構フリーゲームの実況の中でブラッドクリスマスって再生回数稼げたと思うんで、結構見てくださったんで、結構ブラッドクリスマスは面白かったし良かったと思います。私も頑張ってやれることが、日常的に頑張ってやれることができたからの。というわけでまあ今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。番外編があったらその時もよろしくお願いしますよ。バックステップのカメラ様さん。おう。